歩く人も走る人も、もうみんな山が好きだったら、ね、ルールマナーさえ守ればいいじゃんって感じで、みんなで共有して、その結果未来に継承しましょう。この街に暮らしてなければあなたと出会えた。トレイルランニングももちろんレースは楽しいんですけど、でもまずはその自然の中をマイペースで、まあ、遊びに行くっていう、お散歩の代わりにジョギングしてるだけで、まあ、トレイルランニングって最近こうずっと世界的に、まあ、ブームというか、まあ、人口増えてるんですけども、山登りが趣味の方からしたら、いわば山の暴走族みたいに思われちゃう場合もあるんですね。そこをつなぐ間に入るのは僕の役割だなと、使命だと思って、今はですね、トレイルランニングのチームも作ってるんですけど、みんなで整備活動に参加したり、そういうのを少しずつこう草の根活動じゃないですけどやっていって、山歩く人も走る人も、もうみんな山が好きだったら、ルールマナーさえ守ればいいじゃんって感じで、みんなで共有して、その結果未来に継承しましょうっていう、それがズバリですね、僕の思いです。出ます。脱走します。そこだ。どうにかして脱走します。穴掘ってでも脱走すると思いますね。やっぱ外が好きだからですね。景色も見たいし、空気も吸いたいし、虫なんですかね。虫が家の中入ってきたらみんな出たいでしょ。で窓にずっとくっついてるじゃないですか、ハエとか、ね、あれと一緒じゃないですか。とりあえず外にいるのが普通なんじゃないですかね、はい、だと僕虫です、ね。